フレデリック・アーチ・ボールド・ラモンドは、イギリス出身のピアニスト、作曲家。グラス号の聖歌隊の指揮者の家に生まれる。オルガン奏者として活動していた兄・デビッドから、音楽の手ほどきを受け、12歳の頃には、地元の教会のオルガニストを任されるほどになった。14歳の時に、フランクフルトの方法音楽院に留学し、マックス・シュバルツに、ピアノ、アントン・ウルスプルフに作曲を学んだ。 また、シュバルツのつてで、ハンス・フォン・ビューローの教えも受け、1885年に、ベルリンでピアニストとしてデビューを果たしたが、ビューローの勧めにより、バイマルのフランツリストの門弟となった。リストの存命中からウィーン、ロンドンや、故郷のグラス号などで演奏活動を活発に行い、晩年のリストも、聴衆として、ラモンドのリサイタルに臨席している。 1888年には、サンクトペテルブルクを訪問して、アントン・ルビンシティンと共にリサイタルを開き、1896年にも、再訪して、世界的な名声を固めていった。1902年にはアメリカに演奏旅行に行き、カーネギーホールで、ボストン交響楽団とベートーベンのピアノ競争曲、第5番を演奏して、成功を収めている。1904年には、 女優のイレーネ・トリッシュと結婚してベルリンに居を構えた。1917年にはハーグ王立音楽院のピアノ科教授に就任し、1920年代にアメリカに再訪した時にはイーストマン音楽学校でも教弁をとっている。1935年には南アメリカの演奏旅行を成功させ、ゾンダースハウゼンの音楽院でも マスタークラスを受け持つなど8面6臂の活躍をしたが、1938年にナチスの脅威により、イギリスに戻り、グラスゴーの音楽学校の教師となった。スターリングにて死去。マイケル・ケネディジョイス・ボーン、ラモンド・フレデリック。 t h e c o n c i s e o x f o r d d i c t i o n a r y o f m u s i c.encyclopedia.com 2014年9月1日閲覧ありがとうございます